と思います。はい、それではいくぜ。レッツチェコ。チェコって名前になった由来は？こちらは韓国語で最高っていう意味です。最高なチームって思われたいためです。チェコの次の目標は何ですか？これはですね、3月29日に行われるワンマンで200人を埋めることと、夏までにチャンネル登録者数40万人を目指して頑張ります。頑張ります。お願いします。これはある方と約束したので絶対に達成したいです。達成できるように頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。炭酸飲めますか？飲めません。飲めます。飲めます。全員細すぎです。お水か特茶。一日一食。それはダメだよ。まだ食べてください。ワンマンボリューム2はいつですか？3月29日です。来てください。今年のクリスマスの予定は？編集です。理想のデートは？楽しければ何でもいい。好きな人と一緒にいれれば何でもいい。おびりした楽しいデート。理想の異性のタイプは？かわいい。ジミちゃんみたいな人。尊敬できる人。現在の恋愛状況？ない。ない。ない。自分が男の子だったら恋人にしたいメンバー誰ですか？せーの。ぶっちゃけ一番モテるのは？せーの。ねえ、モテない。やめろやめろ。私の漢字を表すと、挑戦の長。学ぶ。私も挑戦の長です。おすすめのお洋服のブランドは何ですか？これでーす。自分の自慢できるところは？笑い声がバカでかい。愛嬌がある。言ってねえよ。好きなメイクのブランドは？ 3CE とエチュードハウスです。クリオとエチュードハウスです。 3CE です。次染めるとしたら何色？有名になるまでこのままです。チャームポイントは何ですか？ほくろ、やえば、つぶらな瞳、丸いおぱな、熱い唇。忘れて言うの忘れてた。眉毛。蝶の愛は伝わってますか？伝わってます。最近のマイブームは PUBG と踊ってみたの動画を見ることです。ネットでお洋服探しです。 PUBG です。今一番欲しいものは何ですか？時間と冬服です。お洋服とメイク用品です。かわいいお洋服です。メンバー一人一人の好きなとこ、直して欲しいなってことは何ですか？かわいい、面白い、遅刻するな、返信早くしろ。かわいい、かっこいい、優しい、直してほしいところ別に特にないです。好きなところ特にないです。嘘。しっかりしてるところ、面白い、笑い声がうるさい時がある、遅刻。みんなのロック画面見せてください。せーの、パン。初めて会うファンは恥ずかしくないですか？恥ずかしくないです。メンバーにも話したことない今だから言える失敗は？全部失敗を話しております。コラボしたい YouTuber はセミオさんです。今まで一番心に残ってる曲は？神ヘアチェンジです。ディズニー派？ディズニー派？ディズニー派。今まで着た衣装の中で一番お気に入りの衣装は？どれも全部好きです。20年後何してると思う？ YouTube です。使ってる香水、ボディミストは何ですか？カワイイ。最近の悩みは何ですか？身長が伸びません。痩せたい。食欲が旺盛。おすすめのヘアケアは何ですか？お風呂から上がってすぐにドライヤーで乾かす。トリートメントに時間をかける。これを使うことです。3人の小学生の頃の夢は何でしたか？ディズニーランドで踊る人。歌って踊る人。モデル。出身はついに公開します。私のことを見つけてもつぶやかないでください。群馬県です。神奈川県です。東京です。やってみたい仮装コスプレはスポンジボブ。恐竜の大きいここにこうやっているやつ。クレオパトラ。ここに戻れるならいつに戻る？今がいい。部活は何部でしたか？テニス部。帰宅部。英語部。朝ごはん食べる派ですか食べない派ですか？両方。時間あるときは食べるけど時間ないときは食べない。時間振るときは食べるけど時間ないときは食べない。最後で良かったなって思ったことはどんなこと？何かを達成したとき。村を持つならどこの国がいい？日
本。日本。北極。グループ活動に関して喧嘩したことありますか？ないです。メイクにかける時間は10分。50分。20分。好きなゲームは PUBG。ない。PUBG。メンバーカラー以外で好きな色は何ですか？赤。黄色。紫。もし宇宙人に一つだけメッセージを送れるとしたら何を送りますか？地球侵略しないでください。どうやったら認知してくれますか？ライブにたくさん来てくれたら。今後やってみたい企画はディズニーで一番いい曲。悩んだりした時に一人で何をする？一人で考える。音楽聴いてパッと忘れる。寝る。車の免許は持ってる？全員持ってません。血液型は AB 型。O 型 B。 生まれ変わったら何になりたい？人間。もう一回このまま人生をやり直したい。イケメンの男の子。3人の一番の思い出は何ですか？ワンマンライブです。韓国以外で行ったことのある国はニューヨークとロス。もし100万円あったら何に使う？東京に引っ越す。好きなものめっちゃ買う。貯金と何かに投資。ダンス以外に習い事はしていましたか？ない。プールと塾。プール。最後、それぞれの癖は？話し合い中に謎の絵を描いている。しゃっくり。なんかよく前だけど。こういう顔をすることで。話のリアクションの時でしょ。そう。何考えないわね、こっち。確かに、こっちやってるかも。TRN の謎の時間帯で。ここよくやるんですよ。小顔。小顔の。鏡を見ながらこうやって。しかも、真剣な話してる時に。自分を動物に例えるなら、猫。どうせ、オンバットでしょ。怠け者。好きなお菓子は何ですか？プリッツとおつまみ系。かば焼きさんとイカそうめんとイカくんさき。梅のお菓子。チョアのこと好き？嫌い？それとも愛してる。高校時代一番恥ずかしかった出来事は何ですか？終了点の時にステージに立ってて、で次また踊んなきゃいけなくて、早着替えで急いでこうやって走って走ろうとしたら正面に思いっきりガーンってぶつけて、静かの時に大きな音が鳴ってしまった。終了点の時にめっちゃ気合い入れてジャンプしてストレッチよしよってやってたら、お尻のズボンが破けてしまってそのまま踊ったこと。ちゃんとビデオに映ってるからね。終了点のビデオに映ってるから。私には全てが黒歴史ですね。ダンスする時に心がけていることは、かっこよく踊れるようにする。自分の良さをなくさないように踊る。音楽に合わせた表現力をすること。イメージカラーの由来は？美容師さんです。そこで活動してきた中で一番笑った瞬間は？みんなに決められない。まあ、僕も一緒にいる時ずっとめちゃくちゃ死にそうになるぐらい笑ってます。好きな食べ物は？寿司。お肉。焼肉。今からワープができます。どこに行きたいですか？家。天国。このまま行きやすいライブを知るってありますでしょうか？いつでも大歓迎です。みんな優しいので前に行ってくれると思います。背後として活動してて一番辛い時ってありましたか？朝から夜まで11本くらい撮影してからの CRN です。1個しかコスメ使っちゃダメって言われたら何使いますか？リップ。ファンデ。リップ。新曲ラブフライハイの秘話を教えてください。実はユアメイフライハイの部分に狂ったバージョンと低いバージョンといろんなバージョンを取りました。やって。 You are me the fly high と You are me the fly high。 それぞれのピアス事業はみんな1個ずつです。琴音は初耳下げてます。イエー。何歳くらいまでに結婚したい？チェゴが落ち着いたら。チェゴが落ち着いたら98。イベントに行きたい地方はどこですか？沖縄。韓国です。北海道です。北海道です。北海道です。人前で踊るときに緊張しないコツは？楽しむこと。でんぐり返しは前が得意？後ろが得意？寝込んでやりたくねえ。
子供は2人欲しいです。正直わからないけど子供は1人欲しいです。最後の結成記念日は3月11日。ここは幼少期からずっと変わらないってところは滑舌が悪い。音楽が好き。寝るときに半目で寝てしまうこと。もしイケゴとして活動していなかったらどんなことをしてたと思いますか。アンサーです。ダンスしながらアルバイトです、はい、してみたい髪型はめちゃめちゃロングの黒髪、めちゃめちゃロングの金髪、全頭紫色。一日の中で一番幸せな瞬間はベッドに入ったとき、ご飯食べてるとき。ご飯食べてるとき。ピアスはいつから開けましたか。中学生の卒業式終わった直後。同じです。高評価お願いします。お願いします。以上、チェゴです。